どうも、スリビッソの熊川です。今回もホラーゲームやっていきましょう。今回はデッドステップですね。前回邸宅で正常モードをクリアしました。今回は病院で正常モードをやっていきたいと思います。まあ、どんなステージなのか気になるのと、あとはハイドができないっぽいんだよね。足音が聞こえるなら走らないでください。彼女は声を聞いてかけてくることです。まあ音で反応するっていうことかな。ただ距離を離せば、そのビーストモード的なのはなくなるような感じはしたので、走って逃げ切るのもいいかな。さあ、お、地下、上があるな。なんかさ、あ、いいね。こういうさ、追われてない時でも、部屋あるな。追われてない時でもね、こう恐怖演出みたいなね、びっくりさせる演出があっていいですね。トイレか。よし。1階とかそんな広くないのかな？ここまでか。まあよく見る、あれだね。エリアだ。よく見る病院というか。あった。もう始めちゃうかね。さあ、紙を見ることでようやくスタート。そして棚が開けられるっていうね。瓶とか持てないのかな。前回瓶とかさ、結構持てたんだよね。ないね。この棚にある可能性はないな。まあ上の棚はね、見れば分かるのでよっぽどないはず。会話そんなないね。あ、足音する。トイレの方からか。ないね。ここさ、来るよな。駆け抜けてくれんかな。わ、無理や。これは無理や。なるほどね。そんな難しい感じなんだ。物を投げるとかそういうのねえわ。音を聞きつけてくるっていうことを考えると、ハイドできそうだ。来るかな。これなら、あ、これならどうだ。ああ、1階の通路の方行ってるかも。ああ、行ってる行ってる。よし、これならいい感じだね。なのでこのまま2階行っちゃおうか。2階なら多分安全だと思うな。2階に何個あんだろう。ちょっと2階からこう1階に行くってさ、邸宅と違って一本道だからきついよね。割れました。ここはちょっと見とくか。ない。ある。ないね。ちょっとじゃあ転がんねえかな。さっ、まあ1階にいるね、多分。いや、2階に多いだろう。だってまだ1個、2個しか見つかってないもんね。さあ、あった。とりあえず廊下出すか。
この辺の小瓶とか使えないんだね。しかも何個も持てないっていうね。赤い部屋ない。ある。ちょっとこれ無理じゃない？無理だ。これはもう過ぎてった。やばい。ちょっと一回逃げるね。距離を取ろう。2個あったか。これ以外にあと2個あったはず。ちょっとじゃあついでに地下行ってくるか。上っぽいね。まあ今ハイドできるのはトイレだけだからな。 あここが開くんだ。あれ開かない。開くとこと開かない部屋が、開かない扉がある。ないね。マジで入れんのかな。完全に見えてるもんな。地下にはなかった。2階にじゃああと2つもあんのか。向こう行ったな。チャンス。じゃん。ここは大丈夫かい？2つで終わりだ。よし。あんなところにあるとは。よし。じゃあ何回か食らってもいけそうだな、この感じなら。よしよしよし。多分廊下に2個転がってるっしょ。ちげえな、赤い台に一つ置いてあったな。置いたな。これ投げれればいいんだけどな。邪魔よ。ほっほっ。あれ、あ、まずい。投げろ。ちょっと画角があれかもしれないけど、はっはっ。あ、ミスった。はっはっ。なんか上手になってるわ。いるね。
よしよし。あれ今回ノーダメか？ノーダメだね。あ、じゃあ一回食らったか。あ、一回食らったよな。上から落ちてきた。よし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 。ロッコー。最後の一個。さあ。悪霊退散。いや、いいですね。走って逃げるが一番いいかな。クリアかな？ OK。鬼に会った回数1回。ああ、なるほどね。意外と音を聞いた回数って少ないんだ。あとさ、物を投げた回数ってゼロなんだけど、やっぱりなんか物を投げれるんだよね。ただ、正直、邸宅の時は物を投げれるものはたくさんあったなっていうイメージなんだけど、病院全然なかったな。まあ、とりあえず、正常モードクリアということで、病院ですね。また違うステージやっていきたいと思います。もしよかったらね、高評価、チャンネル登録もよろしくどうぞ。動画に対してのコメントもお待ちしております。お気軽に送ってください。ということで、今回はこの辺で終わりです。